フィンランドの旗の一覧も参照フィンランドの国旗は20世紀初頭から使用されるようになった国旗。場合によってはシニリスキリプルとも呼ばれる。白地にキリスト教を繁栄しているとされる青のスカンディナビア十字を描いた旗。政府公用旗は市民旗に四角形のフィンランドの国章がスカンディナビア十字の交点の部分に配置されたものである。この政府公用旗の旗をに 塩技型にしたものが軍旗として使用される。さらに大統領旗も制定されており、こちらは軍旗の左上の白い部分に自由十字勲章にちなんだ自由十字が配置されている。スウェーデンの旗のようにフィンランドの国旗はスカンディナビア十字を元にした旗である。この国旗はフィンランドがロシア帝国の属国から独立を宣言して成立したフィンランド王国で採用された。これは 多くの愛国的なフィンランド人たちが自分たちの国のための特別な旗を欲していた際に制定された。ただし、このデザイン自体は19世紀に行われている。この国旗に使われた青の色は、フィンランドにある数千の湖と海と空を、白が国土を覆う雪を反映しているとされる。この色の組み合わせは、100を超えるフィンランドの周期、軍旗、自治体旗に使用されている。 1809年までおよそ600年にわたって、フィンランドは、隣国スウェーデンの支配下にあり、スウェーデンの一部であった。しかし、スウェーデンが、第二次ロシアスウェーデン戦争で、ロシア帝国に敗北すると、フレデリクスハムンの和訳によって、フィンランドの地は、ロシア帝国に割上された。時のロシア帝国皇帝のアレクサンドル一世は、フィンランドの解放者との立場を取り、 フィンランド人に大幅に自治を認め、ロシア帝国の属国であるフィンランド大公国が建国された。このフィンランド大公国の国旗は、創始国であるロシア帝国の国旗と同一の国旗であった。最初のフィンランドの旗として知られる旗は、フィンランド大公国旗の1848年に、現在のフィンランドの国家、我らの地と共に初めて使用されている。 この旗のデザインは白地にフィンランドの国章を置き、その周りに月桂樹の葉を配置したものであった。現在の青い十字を用いたデザインは1861年にヘルシンキで結成されたヨットクラブナイロンスカジャークトクラベンにおいてフィンランド国内で初めて使用された。ただし、この旗は白地に青い十字に加えて二つの交差する枝に囲まれ王冠をつけた ウーシマー州の州章が左上に配置されていた。ただし、この旗の十字のデザインは、ナイロンスカジャックトクラベンの設立以前に存在していた、サンクトペテルブルクヨットクラブのものに近かった。このデザインは、ロシア帝国海軍の軍艦機を元にしていたとも、言われている。ただし、ロシア帝国海軍の軍艦機は、白地に青色のサルタイヤを用いたものであり、スカンディナビア十字のものではない。 クリミア戦争の間、イギリス・フランス艦隊に捕獲されたフィンランドの商船は、セントジョージ機と呼ばれた旗を掲げた。これは、ロシア税関起を元とした旗であった。その違いは、そのセントジョージ機の十字が、現代的な旗より幾分色が薄い程度で、その形は、ほぼ同じであったことによる。そして、個人戦のため2861年に、別の旗として、 青十字の旗が公的に作成された。1910年、フィンランドのロシア化に関連して、ロシア当局は、青十字の旗の関東の部分に、ロシア帝国の国旗を追加する法令を布告した。しかし、この布告が、フィンランドの反ロシア勢力に伝わると、その旗は、奴隷の旗と呼ばれ、フィン人たちはその旗を掲げることを拒否した。その代わりに、 この修正を行っていない三角形のペナントが掲げられ、それによってこの旗に関する布告を回避した。この布告から7年後の1917年、フィンランドはロシア革命と同時期にフィンランド大公国が倒され、フィンランド王国が建国され、ロシアから完全に独立する。この時はフィンランド国旗が定まっていなかったため、フィンランドの国章を中央に置いた。 赤い旗が暫定的な国旗として使用された。そして、フィンランド国旗のデザインを競うコンペティションが開かれた。様々なデザインの旗が出品された。この際、出品された旗は、色使いから主に二つに分けられる。一つ目が赤と黄色を主に使用した旗が挙げられる。これは、フィンランドの国章に由来していた。そして、もう一方が、現在の青と白を用いた旗である。 これらの旗の中のある旗は、デンマークの国旗に酷似しており、赤色の下地に黄色のスカンディナビア十字を用いていた。出品された他の旗では、青と白の対角線方向のストライプ模様のものも、あった。しかし、この旗は、新たに独立した国家の旗よりも、床屋の旗にふさわしいと告評された。この中には、フィンランドの著名な画家であるアクセリがあるエン彼らの、 デザインした旗も出品された。この旗は現在のフィンランドの国旗と似た旗であるが、現在の旗と比較すると青と白の色が反転しており、青地に白いスカンディナビア十字が描かれたものであった。しかし、このデザインの旗はスウェーデンの国旗や特に当時のギリシャの国旗と似すぎていると考えられた。最終的に芸術家のエーロス・ネルマントブルのトゥーカネンが、 その旗から最終的な旗のデザインを行った。そして、現在の国旗とほぼ同じデザインの旗が国旗として使用されることになり、1918年5月25日に暫定的に使用されていた国旗に変わり、そちらの国旗が正式な国旗として採用された。スカンディナビア十字の公点に国称の入る政府公用機や軍機は1922年に フィンランド国章の上の王冠を削除する修正が入り、1978年には国章の形を縦型から四角形に変更する修正が入っている。フィンランドの法律においてフィンランド国旗の比率は黄金比に非常に近い11時18分と定められている。ただし、旗尾が塩備型となる形式の軍旗や大統領旗では、 旗尾が長くなり11時19分となる。また、スカンディナビア10時の部分は、白地と青地の3部分の比率を、4、3、4、5、3時10分とするように定められている。また、基中に形容する場合は、基中の高さの6分の1の幅の旗を使用することが推奨されている。ヘルシンキのフィンランド政府庁舎、政府公用機が旗めいている。 フィンランド国旗は3つの異なる場面で使用される。通常の国旗は市民や組織、自治体、県などで広く使われている。さらには、形容する本人たちが形容するのに適していると考えるのであれば、いつでも国旗を掲揚することが許可されている。また、長方形の政府公用旗は、フィンランドの中央政府及び州政府の組織やフィンランドの2つの国境の境界、 そして軍艦を除く公用の船舶で使用される。旗尾が塩備型となった旗は、フィンランド国防軍で軍機として使用され、軍艦機としても利用される。さらに、大統領機やフィンランド防衛大臣機と、フィンランド国防軍司令艦機、そしてフィンランド海軍司令艦機が存在し、それぞれ使用されている。すべての公的機関は、大多数の一般市民や企業と同様に、 公式の旗日には国旗を形容する。この公的な旗日に加えて10日ほど非公式の旗日が存在するが、一般的にはこれらの日も公的な旗日として認識されている。フィンランドの旗は午前8時に形容され、日没とともに下げられる。ただし、日没が午後9時以降となる場合は、それまでに下げられる。ただし、独立記念日には、 日没時間に関かかわらず午後8時までは形容される。また、国家的惨事などが起こった際は、フィンランド内務省は国家全体で反旗を掲げることを推奨している。フィンランドの特別税関では、月祭においては、国旗を月祭前日の午後6時から月祭当日の午後9時まで形容している。これは、月祭の夜は、フィンランドの一部地域では、白夜となり、 暗くならないことを象徴している。この下司祭は、フィンランド国旗の日としても祝われる。フィンランド国旗で使用される色は、CIE1931 色空間と CIE1976 色空間双方、スウェーデンの標準である SS019122 やパントンの色見本調それぞれで定められている。ヘルシンキのフィンランド大統領官邸で掲げられている。 大統領機キャンベーラのフィンランド大使館で掲げられたフィンランド政府機構の表の RGB 値は色域が狭すぎるため公式な値ではない。CIE を元にした非公式な SRGB での値は青、R イコール24、G イコール68、B イコール181、赤、R イコール181、G イコール28、B イコール49、そして黄色。 R イコール 237G イコール 167B イコール0である。この黄色は実際は SRGB 色空間の外側に及んでしまう。フィンランド国旗で用いられる青色は C ブルーと呼ばれ、標準的な青よりも濃い色となっている。ただし、ネイビーブルーよりは明るい色である。また、ターコイズブルーやシアンのような光沢や緑の影はほとんどない。この色は 紋章で使用される色合いである。アジュールで代用されることもある。赤と黄色はフィンランドの国章を利用する旗で見ることができる。フィンランドの法律では国旗を破壊したり不敬な扱いをすることを禁止している。同時に許可なく基中から国旗を取り除く行為も違法とされている。これらの規定を犯した者は罰金刑を受ける可能性がある。さらにフィンランドの法律では 許可なく大統領機や政府公用機を使用することや国旗に勝手に別の衣装を追加する行為を禁止している。この一つとして法律で規定された旗と異なる色や形状の旗を販売することはできない。これらに違反すると罰金刑に処される可能性がある。加えて国旗を敬意を持って扱う一般的なルールがある。フィンランドのヨットクラブ用海上機のデザイン。 旗中の円に囲まれた X の部分に各、ヨットクラブのエンブレムが置かれる。重王日11時18分フィンランド国旗の特例としてフィンランドの登録されたヨットクラブであれば承認を受けたヨットクラブのエンブレムを追加した旗をヨットで使うことが許可されている。この会場機は通常の市民会場機の青いスカンディナビア十字の上に細く白いスカンディナビア十字を追加し、 旗の左上の白い部分にヨットクラブのエンブレムを配置する。多くのヨットクラブでは、この会場機をヨットクラブのメンバーに配布し、彼らがよく使用している。ただし、ヨットクラブのメンバーには、混乱を避けるためこのヨットクラブ用会場機をフィンランド領海外で使用することを必須称としている。しかしながら、公式にはヨットクラブ用会場機は、フィンランド国外でも有効であるとされている。 当時のギリシャの国旗は青地に白色の対象十字の旗であった。青色の濃さが現在の旗とは異なる。ただし、警察と地方裁判所は除くただし、国旗に対する不敬なく、その他のゴミと一緒にしてもならない。旗の比率11時18分のうち、1にあたる幅の3、5の幅のスカンディナビア十字。ありがとうございます。